皆さん、こんにちは。このビデオでは、みんなの日本語第40課文法のパート2を勉強します。じゃあ、始めましょう。第40課文法は2つのパートに分かれています。このビデオは第40課文法のパート2です。まだパート1を見ていない人は先にそちらを見てください。はじめにちょっとだけ語彙の復習をしましょう。合います。合います。サイズが合います。サイズが合います。サイズが合いません。天気予報。天気予報。明日山へ行きます。天気予報で明日の天気を調べます。長崎。長崎。長崎は長崎県のキャピタルシティです。シティを市と言います。長崎市。仙台。仙台は宮城県のキャピタルシティです。仙台市。長崎はここにあります。仙台はここにあります。七夕祭り。七夕祭り。七夕祭りは、ルーナーカレンダーの7月7日に日本中で行われます。仙台の七夕祭りは、とても有名です。7月7日に行われますから、この漢字を使います。7月7日の夕方、夜、星の祭りですから、夜に行います。ですから、この漢字、七、それから夕方の夕、祭り、これで七夕祭りと読みます。東照宮。東照宮は神社の名前です。栃木県の日光市、日光シティにあります。文型の3。文型の3は、バーブ、テイフォーム、プラス、見ますを勉強します。スーパーへ行きました。お店、スーパーの人が言いました。このソーセージは美味しいですよ。どうぞ食べてみてください。どうぞ食べてみてください。靴を買いに行きます。いい靴があります。色もいいし、デザインもいいです。でも、サイズが合うかどうかわかりません。ですから、サイズが合うかどうか見ます。サイズが合うかどうか履きます。見ます。サイズが合うかどうか履いてみます。サイズが合うかどうか履いてみます。サイズが合うかどうか履いてみます。バーブ、テイフォームプラス見ます。Indicating doing some action on trial to see the result. 私はこの靴を履きます。みたいです。この靴を履いてみたいです。お店の人に聞きます。この靴を履いてみてもいいですか？この靴を履いてみてもいいですか ？Can I try? Try on?お店の人が言います。はい、どうぞ、履いてみてください。Please try on. 私は靴を履いてみました。練習1、Please follow the example. 履きます。履いてみます。履いてみたいです。履いてみてもいいですか？履いてみてください。履いてみました。
食べます。食べてみます。食べてみたいです。食べてみてもいいですか。食べてみてください。食べてみました。来ます。to where。来てみます。来てみたいです。来てみてもいいですか。来てみてください。来てみました。かぶります。帽子をかぶります。かぶってみます。かぶってみたいです。かぶってみてもいいですか。かぶってみてください。かぶってみました。座ります。座ってみます。座ってみたいです。座ってみてもいいですか。座ってみてください。座ってみました。乗ります。車に乗ります。馬に乗ります。乗ってみます。乗ってみたいです。乗ってみてもいいですか。乗ってみてください。乗ってみました。見ます。見てみます。見てみたいです。見てみてもいいですか。見てみてください。見てみました。練習に、Please follow the example. 例。すみません。この靴を履いてみてもいいですか。1番。すみません。このズボンを履いてみてもいいですか。2番。すみません。このシャツを着てみてもいいですか。シャツ、着ます。着てみてもいいですか。3番。すみません。この帽子をかぶってみてもいいですか。帽子、かぶります。かぶってみてもいいですか。4番。すみません。この椅子に座ってみてもいいですか。椅子、座ります。Take knee particle. この椅子に座ってみてもいいですか。5番。すみません。このバイクに乗ってみてもいいですか。バイク、乗ります。And take knee particle. このバイクに乗ってみてもいいですか。1番、ズボン履いて。もう一度、すみません。このズボンを履いてみてもいいですか。2番、シャツ。すみません。このシャツを着てみてもいいですか。3番、帽子。すみません。この帽子をかぶってみてもいいですか。4番、すみません。この椅子に座ってみてもいいですか。5番、すみません。このバイクに乗ってみてもいいですか。練習3。レイ、明日はいい天気ですか。天気予報で調べます。明日はいい天気かどうか、天気予報で調べてみてください。Please follow the example. 1番、カリナさんは恋人がいますか？聞きます。恋人、sweetheart。カリナさんは恋人がいるかどうか、聞いてみてください。2番、傷がありませんか？よく調べます。よく、well、調べます。check。傷、scratch or defect。傷がないかどうか、よく調べてみてください。3番、サイズが合いますか？履きます。サイズが合うかどうか、履いてみてください。4番、間違いがありませんか？間違い、mistake。もう一度見ます。間違いがないかどうか、もう一度見てみてください。練習4。レイ、A さん、この帽子かわいいですよ。かわいい、cute。サイズが合いますか？かぶります。B さん、サイズが合うかどうか、かぶってみます。もう一度 A さん、この帽子かわいいですよ。B さん、サイズが合うかどうか、かぶって
ってみます。1番 A さん、このコートデザインが素敵ですよ。サイズが合いますか？着ます。B さん、サイズが合うかどうか着てみます。もう一度 A さん、このコートデザインが素敵ですよ。B さん、サイズが合うかどうか着てみます。2番 A さん、この仕事明日までにできますか？できます。In this case, complete. と、できますか？やります。と、B さん、できるかどうかやってみます。もう一度 A さん、この仕事明日までにできますか？ B さん、できるかどうかやってみます。3番 A さん、駅前に新しいレストランができましたよ。おいしいですか？行きます。B さん、おいしいかどうか行ってみます。もう一度 A さん、駅前に新しいレストランができましたよ。B さん、おいしいかどうか行ってみます。4番 A さん、リーさんは遅いですね。遅い、late。もう、already、うちを出ましたか？電話をかけます。B さん、もううちを出たかどうか、電話をかけてみます。もう一度 A さん、リーさんは遅いですね。B さん、もううちを出たかどうか、電話をかけてみます。5番 A さん、最近、ラオさんに会いませんね。最近、recently。元気ですか？林さんに聞きます。B さん、元気かどうか、林さんに聞いてみます。もう一度、A さん、最近、ラオさんに会いませんね。B さん、元気かどうか、林さんに聞いてみます。練習後、レイ。歌舞伎を見たことがないので、一度見てみたいです。一度、one time, or once. 歌舞伎を見たことがないので、一度見てみたいです。一番、着物。そう、着物を着たことがないので、一度着てみたいです。もう一度、着物を着たことがないので、一度着てみたいです。2番、温泉。温泉に入ったことがないので、一度入ってみたいです。温泉、入ります。温泉に入ったことがないので、一度入ってみたいです。3番、お茶、Japanese tea。お茶を飲んだことがないので、一度飲んでみたいです。お茶、飲みます。お茶を飲んだことがないので、一度飲んでみたいです。馬、馬に乗ったことがないので、一度乗ってみたいです。馬、乗ります。馬に乗ったことがないので、一度乗ってみたいです。5番、生け花。生け花をしたことがないので、一度してみたいです。生け花、生け花をします。生け花をしたことがないので、一度してみたいです。そう、1番、着物、着ます。2番、温泉、入ります。3番、お茶、飲みます。4番、馬、乗ります。5番、生け花、します。もう一度、1番、着物を着たことがないので、一度着てみたいです。2番、温泉に入ったことがないので、一度入って
ってみたいです。3番、お茶を飲んだことがないので一度飲んでみたいです。4番、馬に乗ったことがないので一度乗ってみたいです。5番、生け花をしたことがないので一度してみたいです。 A さんと B さんが話しています。 A さん、長崎へ行ったことがありますか？ B さん、まだありません。ぜひ by all means or really、 ぜひ一度行ってみたいです。一度 one time or in this case one day。 もう一度、 A さん、長崎へ行ったことがありますか？ B さん、まだありません。ぜひ一度行ってみたいです。会話の練習1。レイ、A さん、仙台の七夕祭りに行ったことがありますか？ B さん、いいえ。A さん、とても楽しいですよ。楽しい、enjoyable。B さん、そうですか。ぜひ一度行ってみたいです。もう一度、仙台の七夕祭りに行ったことがありますか？いいえ、とても楽しいですよ。そうですか。ぜひ一度行ってみたいです。1番、日光の東照宮を見ます。きれいです。A さん、日光の東照宮を見たことがありますか？いいえ、とてもきれいですよ。そうですか。ぜひ一度見てみたいです。もう一度、日光の東照宮を見たことがありますか？いいえ、とてもきれいですよ。そうですか。ぜひ一度見てみたいです。2番、温泉に入ります。気持ちがいいです。気持ちがいい。feel good。と、A さん、温泉に入ったことがありますか？いいえ、とても気持ちがいいですよ。そうですか。ぜひ一度入ってみたいです。もう一度、温泉に入ったことがありますか？いいえ、とても気持ちがいいですよ。そうですか。ぜひ一度入ってみたいです。復習テスト1。レイ、家具を買うときは、家具、ファーニチャー。家具を買うときは、傷がないかどうか。傷、スクラッチ、or defect。確かめてから買った方がいいですよ。確かめます、confirm。確かめてから買った方がいいですよ。もう一度、家具を買うときは、傷がないかどうか。確かめてから買った方がいいですよ。そう、括弧にパーティクルを入れてください。1番、会議は何時始まるかわかりません。会議は何時に始まるかわかりません。2番、日本語説明していただけませんか。説明、explain。日本語で説明していただけませんか。日本語で説明していただけませんか。日本語で in Japanese。 と、3番、ハンスは漢字が大変だ言っていました。 He said that。 と、ハンスは漢字が大変だと言っていました。ハンスは漢字が大変だと言っていました。4番、友達と食事する約束あります。と、友達と食事する約束があります。5番、明日9時から会議があるの知っていますか。
明日9時から会議があるのを知っていますか？6番、仕事、忙しくて、どこ行けません。仕事が忙しくて、どこも行けません。Because it's a negative. 行けません。So, どこも行けません。7番、A さん、リーさんはエレベーター使わないんですか？リーさんはエレベーターを使わないんですか？ B さん、私は歩くの好きなんです。私は歩くのが好きなんです。8番、忘年会、出席できるかどうか、メール、返事をください。忘年会、イヤーエンドパーティー、出席、パーティスペイト、返事、リプライ。忘年会に出席できるかどうか、メールで返事をください。9番、日本のお酒は米作られます。日本のお酒は米から作られます。10番、新しい仕事、慣れましたか？慣れます。accustomed to or used to。新しい仕事に慣れましたか？11番、母、漫画の本を捨てられました。捨てられました is a passive form. So, 母に漫画の本を捨てられました。12番、ダイエットを始めました。3日やめてしまいました。ダイエットを始めましたが、3日でやめてしまいました。3日で、in this case, days in 3 days. 3日で、time duration. 3日でやめてしまいました。13番、A さん、昨日の映画どうでしたか？昨日の映画はどうでしたか？ B さん、話が複雑、よくわかりませんでした。話が複雑で、よくわかりませんでした。複雑、complicated。複雑で、in this case, this day is a reason. Reason の day です。話が複雑で、The story is complicated. So, I don't understand well. I didn't understand well. 話が複雑で、よくわかりませんでした。復習テスト2。例1、クエスチョン。会議は何時からですか？アンサー、さあ。何時からかわかりません。例2、クエスチョン。パーティーに行けますか？アンサー、さあ、行けるかどうかわかりません。このさあはよくわからないときに使います。Let me see, something like that. と、会議は何時からですか？何時、これクエスチョンワード、何。そう、何時からかわかりません。パーティーに行けますか？行けますか？ There's no question word.そう、行けるかどうかわかりません。もう一度、例1、クエスチョン、会議は何時からですか？アンサー、さあ、何時からかわかりません。例2、クエスチョン、パーティーに行けますか？アンサー、さあ、行けるかどうかわかりません。クエスチョンワードがないときは、どうかをつけます。Please follow the example. 1番、クエスチョン、森さんはどんな人ですか？アンサー、さあ、私も話したことがないので、どんな人かわかりません。どんな、クエスチョンワード。そう、どんな人かわかりません。2番、クエスチョン。ハンさんの話は本当ですか？アンサー、さあ、本当かどうかわかりません。There's no question word. So, 本当かどうか
わかりません。3番、クエスチョン。どこで財布を落としましたか？さあ、どこで落としたかわかりません。4番、クエスチョン。ラオさんはお酒が好きですか？アンサー、さあ、好きかどうか私も知りません。5番、クエスチョン。旅行の申し込みはいつまでですか？さあ、いつまでか私も知りません。復習テスト3。例、毎日運動します。運動、エクササイズ。方がいいです。方がいいですの前はタフォームです。毎日運動した方がいいです。Please follow the example and change the form. 1番、地震のニュースを見ます。びっくりしました。地震のニュースを見て、びっくりしました。見て、It's a reason の定フォーム。Reason or cause の定フォーム。2番、帰るとき、パソコンのスイッチを切ります。のを忘れないでください。帰るとき、パソコンのスイッチを切るのを忘れないでください。のを忘れないでくださいの前は、ディクショナリーフォーム。そう、切るのを忘れないでください。3番、台風です。木が倒れました。倒れます。fall down。台風で木が倒れました。台風、台風、it's a noun. So, noun の定フォームはで。台風で木が倒れました。これも cause or reason の定フォーム。台風で木が倒れました。4番、毎日30分歩きます。ようにしています。ようにしています。try to do something or habitually to do something. 毎日30分歩くようにしています。ようにしています。名前はディクショナリーフォームです。毎日30分歩くようにしています。5番、私が作りましたケーキです。どうぞ食べます。見てください。私が作ったケーキです。どうぞ食べてみてください。私が作ったケーキです。どうぞ食べてみてください。6番、家族が心配します。ように毎日電話をします。心配します。worry, worry about. 毎日電話をします。So, not to worry about me. 家族が心配しないように毎日電話をします。7番、昨日学校の前で事故があります。のを知っていますか？昨日学校の前で事故があったのを知っていますか？のを知っていますか？の前はプレインフォーム。So, 昨日、yesterday, so it's a past. 昨日、学校の前で事故、accident, 事故があったのを知っていますか？ 8 番、いらないものは絶対に買いますようにしています。いらない、not necessary or unnecessary things, 絶対に買いますようにしています。いらないものは絶対に買わないようにしています。Not to buy. Unnecessary things. いらないものは絶対に買わないようにしています。ようにしていますは habitually to do something. Or try to do something. Habitually. 今日のレッスンはここまでです。お疲れ様でした。